はい、ガッチャンです。前回ですね、周到というものとか影間とか影間茶屋というものがどういうものかっていうのをお話ししました。で、本当前回その中で私はなんか現代版影間茶屋のお話をなんかで表現して書きたいなと思ったんですよ。前回お話ししませんでしたが、私もともと写真家なので、まあ写真家として現代版影間茶屋みたいな感じの、写真の仕事もいいかななんて今思っております。はい。まあ具体的にどういったものになるか全然想像もしてないんですけども、私が描きたいのはこんなことですっていうお話を今回したいと思います。まあ影間茶屋というのはハイクラスの人たちが、男の子を、買って、まあ、性的にね、男性と女性のように男の人を抱くっていう感じなんですが、シーズに残る、私たちのね、イメージだと、女装した男の子が、可愛い男の子が、お金持ちのね、おじさんたちに抱かれるっていうイメージなんですけれども、浮世絵にもね、そういうものいっぱいあるんですが、実際は、女装してた、影間の人たちって、役者さんの修行中の身の人とか、役者さんになろう、女方のね、女方の役者さんになるために、女の気持ちを知るために、男に抱かれるとか、そういう修行の場でもあったみたいなんですね。ただ、小さい頃から影間になるための修行ってすごく厳しいらしくて、まあ、いろんな修行があったみたいなんです。はい。ただ、実際に史実に残ってるのは、女型になるための女装をして、お客さん相手するっていう人よりも、普通の男性として男性を、そういう関係になるような、影間さんの方が多かったっていうのが、まあ、事実みたいなんですね。ただね、私の中の妄想では、こんなお話したいんだっていうのを挙げてみると、まずね、影間の修行、影間になるための修行なんかを、残したいですね。まあ、写真家、映画でもいいと思うし、シナリオでも舞台でもいいと思うんですけどね。はい。次にですね、影間なので、お客さん、遊郭もそうですけど、遊郭みたいに商品棚に、影間の人が並んでて、そこを品定めするわけですよ。そう。そういった、品定めするようなシーンなんかも、私はね、物語ができるんじゃないかなと思うんですよね。そう。次に、影間になる、まあ、順番ちょっと前後する。知りますが、影間になるっていう、まあ、いろんな事情があって、影間になる方がいっぱいいらっしゃったと思うんですが、影間になる修行の前ですね、どうして影間にならざるを得なかったのか、もしかして自分で寸になったのかもしれないし、まあ、そんなお話もちょっと取り扱ってみたいですね。次に、もちろん、お客様と影間でね、いろんな密会ありますけどね、密会、そこも大事なポイントですよね。はい。そう。そして、影間同士の、仲間関係のお話なも楽しいと思うんですよ。はい。次に、もちろん、影間を買うお客様が、に焦点を当てたお話も面白いと思うんですよね。もちろん、その後、影間を見受けするっていうのも、まあ、すごく少なかったみたいなんですが、そういうお話もあったみたいなので、そういうお話も踏み込んで、ちょっと物語として書いてみたいなと思ってます。そして最後に、影間は22歳で卒業なんですよ。その先は、遊女にも負けず劣らず、なかなか悲惨な生き方しか選択なかったんですけども、その後の影間、うん。まあ、20代後半から30代、30代から40代、そう、江戸時代ですから、まあ、その先はもうみんな死んじゃってたかもしれませんが、まあ、現代版となれば、その先、40代、50代、60代、70代、まあ、影間として生きたその先の先の先の未来もあると思うんですよね。まあ、そんなお話についても、
なんか現代版として、歴史小説だとね、歴史に対してもっと勉強しなきゃさっぱりわかりませんけども、まあ、現代版だったら、なんか、まあ、私の妄想の小さい妄想の範囲内でも、書けるんではないかなと思って、なんかそんな、そうですね、何か発信しようというよりも、なんかショートみたいな感じの何かで表現してみたいななんて思っています。まあね、まだ現実妄想の段階なんですが、影絵馬っていうもの、まあ、日本の文化として、なんていうんだろう、現代に残しておく必要はないと思うんですよ。ただ、似たようなものはいっぱいありますし、影絵馬として行きたいよ、方もいっぱいいらっしゃいます。で、現代に至っても、女装とか、女装市民、女装とかね、もう今男娘とかね、男の子とかいろんな言い方ありますけども、男性と女性のその境っていうのが、私 X ジェンダーとはまた違う女装が好きな人、で、男の人と寝るのが好きな男性、まあいろんな言い方ありますが、そこら辺の現代における、なかなか言葉にならない、なかなか映像にならないようなタブーのところに、タブーというか、まあ、スポットライトが当たらないところに物語を作っていくっていうのは、ちょっと私の中ではやってみたい仕事の一つです。まあ、具体的に何ができるかわかりませんが、そうですね。こんなので表現したみたいな、そういうアイデアがありました。教えてください。私にできることといえば、まず、文章ですね。まあ、小説と、ドキュメンタリータッチの小説みたいのはちょっと書けるかもしれませんね。はい。まあ、長文には難しいので、実際に妄想したのをお話として、綴っていくみたいな、こんな動画でお話みたいなのもいいかもしれないですね。他には、そうですね。映画にしてみたいってのもあるんですが、私ね、ご存知の通り、人付き合い下手くそなので、まあ、映画ってものすごく多くの人と関わらないとなかなかできないもんじゃないですか。私にはね、映画ができる気がしたくて。まあ、YouTube くらいの小さいショートムービーみたいのは協力者がいればできる気がするんですけども、まあ、自作自演で、一人芝居的に、できたら、ちょっともしかしたら面白いかもしれませんが、まあ、一人だとね、絡みシーン撮れませんからね。まあ、ちょっと妄想中です。はい。まあ、そんなわけで、今回に、前回と今回続けて、私の妄想の中の、お話を語ってみてましたが、また、次回も、なんかしら、ちょっとね、X ジェンダーの私が考える、こんなこと、みたいなお話をしていきたいと思います。ガッチャンでした。またねー。